針金純一7月30日から1959年2月21日は、明治から昭和にかけての棋士。元の姓は岩瀬。東京都出身、初代、中川亀三郎門下、九段。奉円社、本因坊義衛門下、日本棋院を経て、棋聖社の総帥としての日本棋院との、院社対抗戦などで、本因坊秀才とライバル関係にあった。後に、慶院社を創設。東京都本郷森川町に、元は、三河国豊橋藩の藩邸に仕える武家であった家に、生まれる。4歳頃に碁好きの父より碁を学び、来客との対局などで大いに腕を上げ、学業のために、父からは碁を禁じられるが密かに、国技館校などで研鑽してついに父から許しを得、3歳頃には、近隣では、敵なしとなる。父の図談のために困窮していたが、川北幸之助の知人の小野術心の援助を受け、箱根の旅館で、当時客の碁の相手をしていたところ、小田原の別荘に滞在していた伊藤博文の知遇を得て、書生となる。伊藤や来客の相手をしていたが、1893年から奉円社に通い始めるようになり、翌年に入団する。日清戦争に際しては伊藤により広島大本営、下関と随伴し、碁打ち小僧として知られるようになる。3年後、自ら生計を立てるべく、本郷に稽古場を開く。1896年に伊藤家を辞して奉円社に入塾、中川亀三郎単院と共にそのうち弟子となり、各地遊歴にも随行する。1898年二段。同年から19世、本因坊義衛の研究会、四蔵会に三段以上を参加資格とするところを特に認められて参加。1899年、草加義雄に従い1ヶ月と間、京城の高手で、中枢院議官の白南慶というものと対戦、4死にまで打ち込んで、新到来と言われる。1900年には、義衛との10番碁を開始。時事新報の敗退5人抜け戦で、1901、2年に2回4人抜きし、1904年に、岩佐慶、伊藤小太郎、大沢銀次郎、中川千春、広瀬平次郎に勝って、時事新報初の5人抜きを達成する。1905年に奉円社社長岩崎と広瀬、石井が対立したが、針金が責任を取る形となって退社し、この年に義衛の組織した日本囲碁会に入り、義衛門下となるとともに五段に昇段。1907年1月6段。この披露会にて、伊藤公より、の師匠を贈られた。この頃、義衛の後継候補は、針金と5歳年長の田村保利で、実力は田村が上であったが、義衛は田村の性格を嫌っており、後目を決めることはなかった。また田村が7段昇段記念の碁で、相手の針金5段に次碁にするように申し入れた件を、寄付から見破られたことも、田村が信用を失う一因とされる。1907年2月に、義衛が針金を本因坊にと遺言を残して没すると、本因坊の名跡をめぐり6段針金と7段、田村をそれぞれ推す派が対立し、暫定で義衛の弟で、秀和の三男である秀元が20世本因坊となる。針金は義衛未亡人派による叩き玉会の主犯となるが、翌年に秀元から田村に本因坊位が譲られ、田村は21世。本因坊秀才となり、叩き玉会は、針金の脱退により解散する。この年に8段昇段もした、秀才の襲名披露会には針金も出席し、広瀬平次郎五段との席上碁を務めるが、その後は、対局から遠ざかり、アマチュア指導に専念した。1915年に、1907年に発足した、関西囲碁研究会会員になる。1917年には、針金を井上家止めとすることが一問で決議されるが、1920年に、エゲデン、栄薫が正式に16世、井上院席を襲名する。1919年に、時事新報主催の林徳三三段戦を行い、13年振りの対局となる。また奉円社に再入社し、小林健太郎と高西で10番碁。同年、関元吉、吉沢道蔵、小林賢太郎らと大正囲い機会を設立。北文子と10番後。その後政財界有力者の間で借り金に打たせようという相談がまとまり、1920年3月、細川守達の催しで、1914年に名人就位していた秀才と対戦、十才会打ち掛けで、翌年1月30日終局、借金六目勝。同年4月にも、久保松勝義第五段昇段披露会席上で、秀才と対戦し、33手で打ち掛け。同年5月時事新報主催で、秀才戦、打ち掛け19回で12月28日終局、秀才中押し勝ち。報援者理事となるが1922年に脱退し、高部道平、鈴木為次郎、瀬越健作の4騎士で、非正会設立。非正会は、相互先込み出し、持ち時間制などを初めて導入した。この中では借金が8勝3敗1次5で、最も成績優秀、次いで瀬越であった。高部道平らの活動による1924年の5回大合同で、日本棋院に創立委員として参加するが、同年、借金、鈴木為次郎、高部道平、加藤真、小野田千代太郎が、法知新聞と日本棋院規約に反して、個人契約して除名。この5棋士にて、棋聖社を設立。翌年7段に昇段。鈴木、加藤は1926年に、棋聖社を離脱。1926年に、読売新聞を通じ、棋聖社と日本棋院の間で院社対抗戦を開始、大正を争いごとも呼ばれる。初戦に、秀才借金戦が行われ、254手までで借金の時間切れ負けとなる。以後の勝ち抜き戦で、棋聖社は常勝将軍と呼ばれた野沢築長も加えるが、1929年終了時には、棋聖社の14勝26敗2次5となった。この院社対抗戦を掲載した読売新聞は、社を挙げて宣伝し、観戦期には村松松風ら文士を廃止、また秀才借金戦が序盤から対乱戦となったことも手伝い、発行部数を3倍に伸ばした。1933年、8段。1941年、高部との対立により、一門を率いて、棋聖社を離脱して、慶院社を設立。同年、62歳で日本棋院の呉清源7段と打ち込み10番号を開始。この時の手合割について日本棋院では借金の段位を認めるかが問題となったが借金の意向で互い戦となる。戦績は翌年第5局まで借金の1勝4敗となり打ち切りとなった。また続いて慶院社の渡辺昇吉6段の藤沢蔵之介6段との10番号も行われるが、藤沢3連勝で打ち切りとなる。その後、日本棋院棋士との交流手合もあり、また棋院への復帰運動もあったが、慶院社に留まり続けた。1944年、準名人戦に出場、呉清源に白番次5とする。1952年、全本因坊全8段戦に出場、橋本少雨に白番半目負け。1953年、瀬越健作、鈴木為次郎とによる三長老戦で3勝1敗で優勝。1959年1月、9段に推挙。同年2月東京都板橋区の自宅で没。日本棋院より名誉9段を追贈される。墓所は建本寺。義江は手の見える子と評していた。また、性格温厚、人格高潔であったと世に言われている。門下に、渡辺昇吉9段、富田忠男8段ら、数回席、笠井浩二も少年時代に指導を受けた。富田門下には、王明円9段、貞明九段らがおり、王の本因坊位獲得により、孫弟子の代で本因坊位についたとも言える。またかつて、伊藤家に出入りしていた飯野義三郎は、晩年に囲碁を学ぶために、借金に教授を申し込み、棋聖社初段を受けた。大正9年に、徳川義久、遠山満、犬飼毅、細川守達などが、借金に打たせようと相談し、細川邸で、秀才戦を行うこととなった。借金戦番で3月12日に打ち始め、13回の打ち掛けを経て、翌年1月30日に終局となった。布石では白が働いたが、黒1の打ち込みから5の打ち込み、続いて9の強手などから15までの実利を稼いだ。続いて、微差ながらも白は中央を大きく囲い、下辺、左辺でコウ争いとなったが、左上隅で黒から絶妙のコウ立てがあり、黒6目勝に終わった。この碁は当時公開されず、これと同じ1920年に、秀才中押し勝ちした碁の寄付が、時事新報に掲載された。後の坂田坂尾表に、初めから終わりまで徹底的に戦い、至るところで血の吹き出るような一局だった。これほどまでに読み切っていないとある。ありがとうございます。